Spinner。 おはようございます。山本ソニアです。2月18日金曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。ウクライナ東部での衝突が激化している。親ロシアの分離独立派とウクライナ当局の対立により、学校が迫撃砲で攻撃される事態が起きました。これは停戦協定違反であり、株価の動きにも影響が出ています。アメリカの電気自動車メーカーテスラが調査されている。アメリカ当局はテスラの運転支援システムのブレーキ機能に関する苦情を受けて調査を行っています。一方、CEO であるイーロン・マスク氏は、民事訴訟での和解をめぐって、アメリカ証券取引委員会、通称 SEC とつばぜり合いをしています。香港は全域での新型コロナウイルス検査を検討している。今月に入って香港の新規感染者数は60倍にもなっています。ドアダッシュとウォルマートの決算が発表された。フードデリバリーサービスのドアダッシュは、直近の四半期に記録的な注文数を達成しました。一方で、アメリカの小売大手のウォルマートは、消費者はより価格に敏感になっているとの見解を述べています。インドでグリーン水素に関する一大プロジェクトが進行中。インドは気候変動に関する目標を達成するため、2030年までに500万トンのクリーン燃料を生産したいと考えています。オリンピック関係者のウイグル問題に関する発言が物議を醸している。北京オリンピック大会組織委員会の報道官であるヤン・ジアロンは、新疆ウイグル自治区のイスラム系住民に対して中国が人権侵害をしているという主張は嘘だと指摘しました。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。面白いと思った方はぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。クォーツジャパンでは世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。ぜひこちらも見てみてくださいね。山本ソニアでした。 Enjoy your weekend。